キャンプ初心者の畑田さんがいろんなキャンプに挑戦する番組、ドタバタキャンプ。前回から佐賀市大和町にある佐賀水物語館でソロキャンプ中の畑田さん。今回はコンビニ人気商品を使った丼作りや、今回のキャンプ場佐賀水物語館内を紹介していきます。さあ、テントも無事に立ったので、これからですね、お昼ご飯を作っていきたいと思います。今回の主役はこちら、みんな大好きファミチキです。これでですね、ファミチキ丼を作っていきたいと思います。材料はですね、こちらのファミチキと玉ねぎ、卵、ご飯、めんつゆ、ネギです。こちらを作ってですね、美味しい美味しいファミチキ丼を作っていきたいと思います。さあ、それではね、材料を切っていきたいと思います。まずは玉ねぎをですね、1/2個薄切りにしたいと思います。今回のお昼ご飯は、そのまま食べても美味しいファミチキを卵でとじてファミチキ丼にしちゃいます。調理は簡単で、具材の玉ねぎを炒め、めんつゆと水を入れて一煮立ちさせたところにファミチキを投入、そして卵でとじれば完成。テント設営後の疲れた体には、簡単キャンプ飯が一番ですよね。はい、ちょっとグツグツするまでね、煮込みたいと思います。この間にファミチキを切っていきたいと思います。まあ、食べやすいね、サイズにね、切ってもらって大丈夫と思います。大体1センチぐらいですかね。このままでも美味しいけど、ファミチキ丼になったらどんな味になるんでしょうか。ちょっと切っていきたいと思います。はい、ちょっとぐらいかな。ここもお好みで大丈夫と思います。はい、出ました。これをですね、メッシーの中にね、入れていきたいと思います。そのままダイレクトにいきますね。1。わあ、美味しそう。もうこの段階でもいい感じですけどね。じゃあ、もう少しでちょっとグツグツするまでね、していきたいと思います。で、その間にですね、ご飯の準備をしたいんですけど、まあ、湯煎だと12分かかるこの砂糖のご飯、これがですね、簡単に早くできる方法があるということでですね、そちらをやってみたいと思います。まず、このご飯の袋の表面をですね、3箇所切り目を入れます。1、2、3ですね。そして今度はこの後ろの面、こちらをですね、こうバツ印にしますね。で、切り込みを入れます。で、切れました。これをですね、火をかけてですね、蒸していきたいと思います。こんなやり方があるんですね。火をかけて、で、これにですね、このまま表面を下にして蒸していきたいと思います。で、溶けるので、ちょっとね、弱火にして、このまま蒸し上がるのをね、ご飯が溶けるのを待ちたいと思います。その間に、じゃあ卵を割っていきましょう。よし、じゃあこれを混ぜていこう。よし、卵をね、2つ混ぜたら、このファミチキの上に流し込んでいきたいと思います。じゃあ、いいかな、玉ねぎもいい感じかもですね。いきますよ、一気に。うわー、美味しそうだな。じゃあ、これがちょっと卵がね、少し固まるまで待ちたいと思います。さあ、どっちもですね、いい感じに出来上がったようなので、早速ですね、ご飯をね、ついていきたいと思います。じゃあ、ちょっと暑いだろうから気をつけていきたいと思います。これで出来上がってるのかな。おーし、おー、できているような気がします。よし、あ、いい感じできてますね。じゃあ、こちらの出来上がったファミチキ丼をかけていきたいと思います。さあ、どうでしょうかね。わあ、ちょっとね、卵が固まりましたが、それはそれで良いでしょう。ああ、ごめんなさい、元気よかった。本当はトロトロになる予定だったけどね、ちょっといろんな作業があって時間がかかってしまいました。はい、あ、良いでしょう。こちらでね、最後にネギを乗せて、はい、こちらでファミチキ丼の完成です。見てください、どうでしょう、美味しそうですね。それでは早速いただきたいと思います。
どんなお味でしょうか。ちょっとではまずファミチキをいただきます。おいしい。もともとのファミチキももちろんおいしいですけど、しっかり味が染みて、これはおいしいわ。ご飯も一緒に絡めてね、食べたいと思います。玉ねぎもいい感じ。これは最高のアウトドア飯。暑い。お肉やばか。おいしい。続いては今回キャンプ場として使用している佐賀水物語館の施設内を事務局長の宮崎さんに紹介してもらいます。こちらの佐賀水物語館なんですけども、はい、どういった施設になりますか。はい、ここはですね、400年前に成富兵庫重康さんという人物が取水利水をですね、しっかりと固めて作られた取水施設になっております。はい、どういった目的でこちら設置されたんですか。そうですね、佐賀の一級河川である加瀬川から水を引き込んで佐賀市内とか佐賀平野に生活の水や農業用水になるように作られている場所になっています。先ほど取水施設とおっしゃいましたけれども、どういった仕組みになるんですかね。そうですね、はい、こちらの方に模型があるんですけども、はい、よければこちらの方に来ていただきまして。すごいですね、こう見ると。そうですね、はい、分かりやすく作られています、はい、今私たちが見ているここがですね、加瀬川になるんですけども、はい、上流があちらの方、右手の方ですね。で、下流が左手の方になります。上流から川が流れてくるんですけども、ここの大出関で水がせき止められまして、この象の花、天狗の花、そしてここに出花というものがございます、はいはい、この3つの石積みを作ることによって、水のスピード、流れるスピードを遅くすることで砂や砂利をそこに沈めていきます。そして上のきれいな水だけがこの石指という場所を通って達成が流れていって、佐賀市内の方に流れていくという仕組みになっております。この仕組みをその成富さんが考えられたっていう、はい、そうでございます。400年前にですね。すごいですね。すごいです。素晴らしいものだと思ってます。はい、その、まあ、功績をこちらではいろんな展示とかもされてるんですか。そうですね、年間を通じてさまざまなその水に関する、基本的な事業だったりとか、あとはそういった、水の作文だったりとか、子どもたちから関心を寄せられたものをここに展示をしております。たくさんの水のことについて学んでいただきたいですね。そうですね、はい、で今回はキャンプの方も、ね、楽しませてもらっているんですけども、はい、こちらのキャンプはいつ頃からされているものなんですか。そうですね、キャンプは今からだいたい2年半ぐらい前にスタートしました。はい、いやすごいもう広大な敷地の開放感が半端なくてですね。ありがとうございます。そんなお声は結構大きいじゃないですか。そうですね、リピーターの方がやっぱり多くてですね、毎週予約されている方もいたりとかしますね。でこの敷地だとキャンプ以外にもいろんなことができるかなと思うんですけれども、はい、どういったことができる施設になりますか。そうですね、キャンプに登録していただいたお客様とかで佐賀水物語館の Google に口コミを書いていただいたお客様は、あちらにあるSUP の方ですね。お、はい、SUP は無料でレンタルすることができます。そうなんですね、SUP もできて、はい、キャンプもできて、いろんな散歩もできて、はい、充実してますね。そうですね、こちらをこう予約したいときとかはどういった形で予約したらいいんですか。はい、予約はですね、電話予約とあとは LINE での予約ができるようになっております。でチェックインチェックアウトも LINE でできるようになっておりますので、お気軽にお越しください。大きいのがさっきSUPも無料ですけど、キャンプもなんと、はい、無料ということで、さようでございます。キャンパーには素晴らしい施設です。ぜひお越しください、はい、じゃあよかったら最後に一言メッセージをお願いします。はい、ものすごく素敵な場所でですね、自然もたくさんございます。野鳥も年間に80種類と豊富でございまして、なんといってもこの加瀬川の川の水辺をですね、見ながら沈むゆく夕日の中、キャンプを楽しんでいただければなと思いますので、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お昼はまだまだ暑かったこの日も、夜はだいぶ冷え込んできました。ということで、今回の夜ご飯は寒い日の定番煮込み料理ポトフ。大きめに切った肉や野菜をたっぷりのスープでコトコト煮るだけのポトフは、手間もコツもいらないので、キャンプビギナーさんの頼れる味方ですね。
なんかニンニクのいい香りがしてきましたね。これにベーコンをちょっと入れて少しね焦げ目がつくぐらいね焼いていきたいと思います。なんかポトフは焦げ目つけた方がいいらしかですね。知らんやった。私もいつもしょったけど。なんかもうこれだけでもね美味しそうですけどね。ちょっとね焦げ目がつくぐらい入れていきたいと思います。もう跳ねる跳ねる。さあ焦げ目がついたので野菜を入れていきたいと思います。まあ元気な元気なオリーブオイルですけど、ちょっと投入していきますね野菜をね。はい、じゃあ玉ねぎをもうダイレクトにドーンと入れます。じゃがいももね皮のまま入れますね。よし、うわ熱い熱い。なんか野菜にも少し火を通した方がいいみたいですね。まあ、焦げ目がつくまでかどうかはいいですけどね、ちょっと火を通るぐらいにしときたいなと思います。いっぱいですね。お野菜取れるからいいですもんね。ちょっとね豪快に入れていきたいと思います。はい、全部入りました。そうしたらですね白ワインで蒸していくということなので、ちょっと白ワインをですね入れていきたいと思います。もうこのあたりももう目分量です。じゃあ豪快にいきます。はい、うん、よし、うん、あーワインのいい香り。今回の調理で使用しているダッチオーブンは蓋がずっしりと重く鍋が密閉状態になるため加熱時間が短くて済む。食材の旨味を引き出すなど圧力鍋と同様の嬉しい効果があります。ダッチオーブン1台で焼く、炒める、蒸す、煮る、揚げるなど様々な使い方が可能なキャンパー定番の人気調理器具です。開けてみましょう。いきますね。はい、オープン。おー、またいい。おー、おいしそう。見た目いい感じ。さあ、煮えてるんだろうか。じゃあベーコンも入れて、はい、完成です。じゃあ早速食べていきたいと思います。何から食べるか迷うけど、じゃあちょっとじゃがいも通ってるかな、火が。いただきます。うん、おいしい。めっちゃくちゃ染みてますね。ホクホクじゃがいも。やっぱり皮のままでよかったかも。あっこいけどおいしいです。そして煮て丸ごと玉ねぎ豪快にいきますか。いけるかな。いただきます。熱いだろうな。熱い。あ、取れてしまった。これでいこう。熱い熱い。うん、おいしい。玉ねぎの甘みコンソメすごい合う。うん、美味しいですね。なかなかねこんなね丸ごと食べることないですからね、すごい染みてます。美味しいですね。そしてですね、まあ、ちょっとこの料理にも使ったワインがたくさん余っちゃってるんで、ワインもいただきたいと思います。白ワイン、ちょっとワイングラス忘れたんでフリーカップで行かせていただきます。うん、いい香り。では乾杯。いただきます。あう、おいしい。これからその後にまた食べる味の決め手となっているだろうこのベーコンもいただきたいと思います。うん、あ、おいしいおいしい。おいしい。ネギ、うん、あっこいおいしい。うん、やっぱダッチワイフ使っとけ。あ、ダッチワイフ。今回はここまで。
次回はマルチグリドルを使ったインスタ映えしそうな朝食や加瀬川でのサップに挑戦します。畠田さとみのドタバタキャンプ、略してドタキャン、次回もお楽しみに。